については、いくつかの説があります。その一つは、天正年間、豊臣秀吉の小田原城攻撃に加わらなかった浅川城主、浅川次郎左衛門豊臣公が、その罪を問われ、没所となり、その落城の折に亡くなった武士の霊を悼んで、後々が供養のために花火を打ち上げたという説。他には、江戸時代寛政10年の浅川騒動と呼ばれる農民で、処罰された犠牲者を供養するために花火を打ち上げたという説です。どちらにいたしましても、江戸時代より伝わる古い歴史を持つ供養の花火です。この花火は火薬類の不足した大東亜戦争中も浅川町民の精神誠意なる信心と領庁青年会の奉仕的情熱によって今日まで300有余年の伝統が継承されてきました。そしてこの伝統を受け継いで本日盆の16日に打ち上げる運びとなりました。金剛金在はもとより遠方から一夜のうちに花火火の共演を見物に訪れる人々は年々多くなります。京都で行われる観光花火と違って、浅川は古き伝えを守り、孤立した個人の霊を供養する花火です。他では見ることのできない城山を火の山とする浅川名物、大白浜までごゆっくりご観覧ください。
ごとまち青年会近藤史郎によります。早口5号10発you
ー